どうも、現役教習 YouTuber のコです。このチャンネルでは先生や大学生の方に役立つ情報を配信しております。2週間ぶりの放送となります。はい、その前はですね、このように、次元先生や、東洋館出版社の杉森さん、またチョパイモン先生などたくさんの方に、来ていただいてお話をさせていただきました。実はですね、このお三人とも初めて僕お話しさせていただいたんです。いただいたんですけども、本当に楽しくお話をさせていただいて、楽しかったなということを思っています。本当にありがとうございました。どの方にも本当に貴重なお話が伺いましたので、ぜひ皆さんにもね、聞いていただけたらと思います。過去の動画からぜひご覧ください。はい、そんな感じで3月の末から4月中旬まで、毎週のようにこのような形で、放送させていただいておりましたので、5月はちょっとね、お休みをしようかなというふうに思っています。ね、5月ちょっとね、インプットを多めにして、6月の発信にまた備えていけたらなというふうに思っております。読みたい本も溜まってきましたので、はい、インプットをね、多めにやっていきたいなというのと、あとですね、算数の研究事業がね、当たってるんです。はい、学校の内の話なんですけども、僕研究主任をやっていまして、はい、で、今年も6年生ということだったので、ちょっとね、単元も分かってるということで、ちょっとね、早めに挑戦して、こんな方針で研究進めていきます、みたいなことをね、提案できたらなというふうに思っておるので、ちょっとね、その指導案作成も頑張っていきたいなというふうに思っております。で、5月、お休みをね、いただくんですけれども、5月ゴールデンウィークありますよね。もういよいよやってきますね。てか、もう今日からですかね。はい。本当に皆さんお疲れ様でした。やっと、ここの中継地点にたどり着きましたね。はい。で、このゴールデンウィーク、まずはですね、体を休めるのが一番です。もう心身のリフレッシュが一番やるべきことはね。ですが、余裕があれば、ちょっとね、教育書読んでみたいなという人もいるかなと思いますので、その方々におすすめの教育書ベスト5を紹介したいなと思っています。紹介した本は概要欄に Amazon リンクが貼ってありますので、ぜひレビューなどね、覗いてみていただけたらと思いますので、紹介していきます。参りましょう。はい。ではね、まず、ゴールデンウィーク中に教育書を読んでも手遅れだよというふうなことを思う人見えると思います。僕はね、違うと思うんですよね。なぜかと言いますと、ゴールデンウィーク明けっていうのは第2の黄金の3日間だと言われています。これどういうことかというと、4月に仕込んだことがリセットしてしまうということなんですよね。もう初任者の方とか若手の方はね、本当にショックだと思うんですけど、もう全くもって子供たち忘れてます。しっかり教えたことをきれいさっぱり、次元が飛んだんじゃないかってぐらい、もう忘れてます。はい、悲しいかな。でもですね、でもこれ裏を返すと、こんなことも言えるんですよ。やり直し、仕込み直しができるということなんです。もっと具体的に言えば、何事もなかったかのように、新しい取り組みを始めることができるんです。また、あたかも、このタイミングから取り入れる予定でしたよ的な顔して、新たな取り組みを始めることもできるんです。はい。これがね、とてもいいことだなというふうに思っています。なので、リセットされるついでに、新しいことにチャレンジするというのは、とてもいいことだと僕は思っておりますので、ゴールデンウィーク中に教育書を読んで、自分のやりたい思いを、やりたい取り組みを整えておくというのは、すごくいいことです。なので、ぜひ、この5冊を読んでみてはどうですかということで紹介をさせていただきます。では、ランキングです。第5位。第5位は、子供の問いから始まる授業、樋口万太郎先生の本になります。はい、ぜひですね、子供の問いを大切にした授業をしたいという方はおすすめの本になります。僕自身は最近国語で実践中です。帰り道という題材がですね、6年生あるんですけども、この帰り道で問いを作って、取り組んでおります。で、この問いを作るのがね、また時間が最初なので、説明したりとかしてかかってしまって、本当、学年の先生たちと、進行度、
話してた際にですね、まだ帰れてませんみたいな、帰り道帰り始めてませんみたいな話をして、ちょっと笑われたんですけども、はい、まだだから僕4月中盤でまだ帰り道読み始めたのに読み取りが全然進んでないみたいな状態で、まあちょっと焦ってはいたんですけど、それでもね、なんかすごく楽しい授業になりそうだな、楽しい単元になりそうだなっていうのはすごく感じたので、ぜひ皆さんもね、子どもの問いから始まる授業をね、ちょっとチャレンジしてみてほしいなと思います。樋口先生の本はね、どれも分かりやすいのでおすすめです。では第4位は個別最適な学びと共同的な学び、那須先生の本になります。はい、この本はたくさんの方が読まれてますよね。はい、令和の日本型学校教育よく言われますけども、それってどんなやねんとね、言ってることも分かるは分かるんだけど、じゃあ実際どうなのかってなかなか分かんないんですよね。それがね、リアルに書いてあるのでよく分かります。で、この本のいいところは、読んでるとですね、どんどん、あ、自分ならこうしようとか、そういうアイデアが湧いてくるんですよ。もうノートに手止まらないんですもん。なんかロボットになったかなってぐらいブワーって書いちゃって、あ、これもやりたい、あれもやりたいっていう風に思えるんですよね。皆さんもこの本を読んでたくさんのアイデアをね、湧かしてほしいなという風に思います。はい、では第3位です。第3位は、内容項目から始めよう、直球で問いかける小学校道徳化授業作りですね。はい、これは前回ゲストで来ていただいたチョパエモン先生の本になります。これ忖度じゃないですからね、本当に面白いなと思いました。詳しくはですね、前回のね、動画を見ていただけたらなっていうふうに思います。ね、内容項目を切り口にした斬新な一冊となっております。すべての内容項目でこういう切り口で、導入したらどうですか、問い返したらどうですかっていうのが書いてあります。これ実際読んでみて、自分で授業ができそうだなってイメージつく方とつかない方がもしかしたら見えるかなというふうに思っています。ただこれイメージつかない方でも内容項目についての理解はすごく深まります。すごく内容項目を多面的に多角的に見れるようになるので、この授業スタイルをしないにしても問い返し方とか内容項目の理解が深まって発問が上手になるとか、そういう副作用というか、そういう作用もあるなと感じているので、これは一冊手に置いて随時見ていただきたいなということを思いますので、第3位で入れさせていただきました。では第2位です。第2位は赤坂版クラス会議完全マニュアル、赤坂慎二先生の本になります。はい、これあのクラス会議ってよくね、あのいろんな本があるんですけども、元祖はこの赤坂先生ですね。はい、このクラス会議をやることによってクラスの自治力だったり自浄力を高めることができます。で、詳しくは中見てほしいんですけども、子どもたちで一つの議題について話し合って一つのことを決めていくということなんですけども、僕これゴールデンウィーク後からちょっと取り入れていきたいなというふうに思っています。まだね、自分の中でまとめきれてないので、まだ自分の中でも整ってないんですけども、しっかりゴールデンウィーク中に整えて、進めていきたいなというふうに思っています。これやれるようになったら本当クラスが良くなりそうだなと思ってワクワクしてますので、ぜひ皆さんも読んでみてください。さあ、それでは堂々の第1位です。第1位はじゃん、板書で見る全単元の授業すべて、板書シリーズになります。はい、これ東洋館出版社さんの板書シリーズですね。はい、これね、僕すごく思うところがあって、これね、持ってる方多かったんですね、職員室でも。で、僕はなんかこの本を読み始めてしまったらあかんだろうとね、こういう本を読むんじゃなくて、ちゃんと本質的な本を読んで自分で教材研究して、やっぱ自分なりの授業を作っていくのが大事やろうというふうに思ってたんですね。やっぱ僕国語はすごい苦手で、ここにも出してるよね、国語はすごい苦手で、これはどうにかならんかなっていうふうにで、ちょっと頑張ってみようということで、まあ、あの白石先生の国語の授業の本を買ったりしてみたんですけど、まだちょっと読み切れてないので、ちょっと応急処置で、まあちょっとね、
買ってみようかなと思って買ってみたんですけど、めちゃくちゃ使えます。ほんとごめんなさいって感じで、もっと早く手に入れとけばよかったというふうに思います。専門以外の教科はこの一つでいいわと思いました。はい、あんまり時間かけたくないなっていう本、教科はこれ見て授業したら十分なんじゃないかなって思います。はい、プリントが収録された DVD がついてるので、ワークシートももうこれを編集すればもうバッチリです。ちょっと3000円とね、お高いんですけども、労力を考えたらね、めちゃくちゃコスパ高いですよ。はい、まあこれ上だからゲームが合わせると6000円ですけど、もうゲーム買おうと思ってます。実際ね、かなり使えるので、ぜひ皆さんも書店でちょっと中身見ていただいて、もうこれ使えるなと思ったらぜひ買っていただきたいなというふうに思います。はい、ということでまとめです。ゴールデンウィークで読むべき本ベスト5はこちらになりました。はい、ぜひ参考にしてみてください。書店でぜひね、買えるかなというふうに思うんですけれども、もしかしたらねもうないという場合もあるかもしれないので、またそれはねぜひ Amazon で買ってみてください。概要欄にリンク貼っておりますので、そこでポチれば、すぐリンクいけますので、購入してみてはどうでしょうか。ぜひゴールデンウィーク中に自分の力を高めてみてください。またですね、僕この4月からですね、グッドノートで教材研究をねついに始めました。はい、遅ーって感じなんですけど、僕この YouTube もタブレット iPad 使ってやってるんですけど、まあ、ちょっとね頑張ってやってみるかと思ってやってみたらすごく便利です。想像以上に便利でした。もっとこれも早くやればよかったなと思います。これはね国語のさっきの板書シリーズのやつをグッドノートに取り込んで、そこに書き込んでるって感じなんですけど、これがあればもうバッチリだなというふうに思います。はい、またね詳しくは報告ねしたいなというふうに思っておりますので、またその動画も見てみてください。以上です。ということで、先生や大学生の方に役立つ情報をこのように配信しております。一つでもなるほどなとか、おためになったということがありましたら、いいねチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。また、6月ですかねからまた動画の配信もしていきたいなと思っておりますし、過去の動画もね道徳が結構多いかな、あと働き方のこととかも、発信しておりますので、ぜひ、そちらの方も覗いてみてください。というわけで今週もありがとうございました。ではまた。